まずは塔の周りの巨人から片付けようか。すまないが頼んだよ。クソ、ふざけやがって。やるしかねえってのか。塔には無防備な新兵たちがいる。あそこだけは絶対に守りきらなければ。ここだね、始末してやれ。やるよ。苦戦してるのか。言ってやらないとな。このまま、こんなもんか。よっと、始末してやる。落とした。ケルガーさん、任せます。かばるかよ、この薄なのが。ケルガー、今のは危なかったろ。始末、あれが俺のやり方だ。今のちゃんと討伐補佐に数えとけよ。たくましいね。覚えとくよ。討伐完了。よし、これで塔の周りの巨人は大体片付いたね。さすが調査兵だ。他の兵士とは訳が違うってことか。次だ。あれは、後ろからまた巨人の群れが近づいてきています。くそ、休む暇もねえってのか。拠点は頼んだ。これじゃキリがない。ケルガーさん、頼みます。ありがとう。おかげでなんとかなったよ。ここからは私も手を貸そう。苦戦してんのか。言ってやらないとな。拠点を作ってくれ。拠点はここだね。よっと、片付けよう。よろしくな。任せなさい。ケルガーさん、まだだね。始末してやる。すごい活躍ね。片付けよう。よっと、拠点は頼んだ。相手になるよ。しっかり頼むぜ。この巨人邪魔しやがって。このままでは塔の防衛に向かえないと。すまないな、これで塔の守りに専念できる。拠点を作ってくれ。やるよ。よろしくな。わかった。始末してやる。ケルガーさん、任せます。次だ。これででかいのはあらかたやったぞ。しっかり頼む。この塔のおかげだね。こんな好条件で戦えることなんてめったにないよ。いや、なんとかしのげそうだな。これは何だ。壁の方角から投石だと。このまま全員で固まっていては危険だね。一旦散開し、各自塔の防衛に当たるんだ。
君は塔の周辺に迎撃用の拠点を設営してくれ。任せたよ。片付けよう。よろしくな。この投石、壁の方に歩いていたこの獣の巨人の仕業か。こんなもんだ。しまった、もうガスが切れる。最悪だ、これじゃもう戦えねえ。クソ、何か手はねえのか。いや、まだ諦めるのは早い。動ける馬を探すんだ。よっと、片付けよう。しっかり頼むぜ。やるよ。壊されたらおしまいだぞ。よくやってくれた。私たちはこの馬で救援を呼んでくる。それまで耐えてくれ。お前らをここに残すことになっちまってすまねえな。すぐに戻る。相手になるよ。このまま塔が壊されるのを黙って見ているしかないのか。せっはっ、始末してやる。よろしくな。任せなさい。片付けよう。いい働きだ。こんなもんだ。拠点は頼んだ。やるよ。相手になるよ。しっかり頼むぜ。シマをしてやる。次だ。さっさと拠点を設営しろ。早くしねえと手遅れになっちまうぞ。拠点を作ってくれ。よっと、巨人多数接近。くそ、なんて勝った。相手になるよ。こんなもんか。拠点はここだね。始末してやる。殺すな。やるよ。次だ。これで周りの巨人はなんとかなりそうだね。あとは投石をどうにかしないと。獣みたいな巨人がこっちに向かってくるぞ。まずいんじゃねえのか。いや、
この機を逃す手はねえ。あいつさえやっちまえば投石は止まる。やるよ。これまたヤバそうなのが出てきやがったぞ。相手になるよ。よし、この調子で討伐数を稼いでやるわ。助けよう。よろしくな。分かった。巨人が引いてくぞ。な、やったのか。いや、巨人はまだうようよしてるぜ。こいつは